リには今日は大韓民国富山広域市出身のプロサッカー選手。K リーグに喜び、南 FC 所属。ポジションはフォワード。韓国代表。2014年に李定期から現在の名前に改名した。2013年富山アイパークに入団。ルーキーながらもリーグ戦27試合に出場し、主力選手として活躍した。 2014年から2年間は、兵役のために、国軍体育部隊のサッカー部である、昇州省部 FC に在籍した。2016年、ウルサン現代 FC に期限付き移籍。翌年に普山アイパークに復帰すると、7試合連続ゴールを含む、チーム最多となる10得点を決め、K リーグチャレンジ年間ベスト11を受賞した。2018年、 湘南ベルマーレに期限付き遺跡で加入。2015年1月、AFC アジアカップ2015に参加する韓国代表に初招集される。同大会のグループリーグのオーストラリア代表戦で決勝点となる代表初ゴールを決めた。大会では2得点を記録した。2015年8月、東アジアカップ2015の韓国代表メンバーに選出され優勝に貢献した。 2017年12月 E-1 サッカー選手権2017の韓国代表メンバーに選出され大会2連覇に貢献した。2019年12月 E-1 サッカー選手権2019の韓国代表にも選出されて大会3連覇に貢献。同大会の優勝決定戦となった日本代表戦にも出場していた。ありがとうございます。